ゴスゲイチャンネル。はーい、こんにちは。こんばんは。こんにちは、こんばんは。おはようございます。今回の動画は、ドラクエウォークの動画です。皆さん、知ってますか？バレンタインキャンペーン。バレンタインキャンペーンにて、イベントミッションをクリアすることで、最大200枚のはぐれメタル装備の剣をもらえるんです。では早速200枚集めることができたので、今回はやっていこうと思うよ。ではまず10連目、武器も何も持ってませんからね。どや、じゃんてかんてかじゃんじゃん。おおおえおおまいがーし、おまいがーし。さあ1個目、王宮魔術師ボーン。2個目、マスタードロッサース上。3個目、バトルアックス。4個目、魔法の鎧ゲー。さあなんだ、おおまいがーし、はぐれメタルの剣ゲットだぜ。では残りを見ていきましょうか。バルザーン、戦士のカウツ、クワックマンネイル、マジカルスティック、タワラジャッキャー。今回星子が2つあって、そのうちの1つがはぐれメタルの剣でした。ありがとうございます。では20連目やっていきますよ。トントントンチカトントントンチカトントンチャン。お、これまた来るんじゃないですか。うーん、お、一つありました。魔法鎧のゲー、ファイトバックラー、黒金の鎧上、セレモニーロット、まどろみのクン、モレニンのチャッキくない、鋼のブーメラン、鋼のカブト、そしてお、マイガー、よし、これはどこかでいつか見ましたね。王宮魔術師ボーン、言いにくいんだよ。てな感じで20連目はちょっと残念でしたけど、なんと最初の10連目で、はぐれメタルの剣、いただきました。とてもいいバレンタインデーになりそうです。Thank you! 最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。